エルダーベリーシロップの効能を、注意事項を、作り方。エルダーベリーシロップは、その名の通りエルダーベリーという果実から作るシロップです。エルダー西洋庭床は、高さ4から5メートル、13から15フィートに育つ木です。茶色がかった葉と黄緑色の花を咲かせ、果実は黒に近い紫色の濃い色をしています。 伝統的な植物学では、葉、花、果実を薬用として使用しています。特に、エルダーベリーシロップは、呼吸器系の病気の治療に使われてきました。他にはどのような用途があるのでしょうかどう作られるものなのでしょうかぜひこの記事を読み続けてください。エルダーベリーシロップの効能専門家はまだエルダーベリーの植物。 花、果実の化学組成を完全に把握していません。しかし、以下のように様々な栄養素、炭水化物、タンパク質、脂肪、ミネラル、ビタミンと化合物が確認されています。アルカロイド、クエン酸、フラボノイド、ポリフェノール、シアンケイクバトータイ、シアン生成物、 エルダハベリーシロップの最も一般的な使用法は、呼吸器に関連する様々な症状に対処するための補助剤としての使用です。例えば、粘膜の分泌が増加しているとき、鼻詰まり、喘息発作、高頭炎、しわ吹きなどが挙げられます。いくつかの研究が、 様々な疾患の治療のためのエルダ・アベリーシロップの有効性を証明しようとしてきました。実際、これらの研究では、毎日シロップを摂取したインフルエンザの症状を持つ患者は、他の薬を使わずとも、改善の兆候を示したそうです。他の研究ではまた、一般的な風邪への対策としてエルダ・アベリーシロップが有用であることが示唆されています。 大陸間を越える飛行機での移動をしなければならない人で、エルダーベリーエキスを摂取した人は、平均して風邪をひく可能性が低かったという結果が出ました。同様に、風邪の症状の持続時間や症状の強さも優位に少なく出ました。さらに、最近の研究では、エルダーベリーには抗菌、抗うウイル菌、抗脂質、 さらには抗うつ作用があることが分かっています。従って、専門家は、エルダーベリーが、糖尿病、肥満、様々ままな代謝機能障害、さらには泌尿器系の問題の治療を補完するものとしての可能性を持っていることを期待しています。エルダーベリーシロップの摂取に関する注意事項。これまで述べてきたことによると、 エルダーベリーシロップは効果的であるだけでなく安全であり様々な病気の治療にも有益であるようです。しかし科学はまだ大規模な研究によってこれらの調査結果のすべてを確認できたわけではありません。さらにリスクや潜在的な副作用の評価はまだ十分にされていません。この意味で エルダーベリーシロップを消費する際には注意が必要であり、指示された容量を超えないようにしなければなりません。例えば、エルダーベリーは強力な利尿剤だけでなく、強力な下剤でもあるので、高容量では副作用があるかもしれません。そのため、同じような利尿効果を持つ他の薬とは、決して併用しないようにしましょう。また、 熟していない実や、調理されていない花を食べると、吐き気や嘔吐、さらには重度の中毒症状を引き起こす可能性があります。樹皮も種子も、緑色の時の果実も、レクチンと呼ばれる物質が含まれており、胃腸障害を引き起こす可能性があります。そして、枝、葉、根、ね、種子には上記の視野の弦肺等体が含まれているため、 毒性がある可能性があることを覚えておいてください。アレルギー体質の人では、エルダーベリーを使用した製品を摂取したり、植物に接触しただけで発疹や呼吸障害が起こることがあります。エルダーベリーは、小さな子供や思春期の子供、妊婦さん、授乳中の方にはおすすめできません。危険性を示すデータはありませんが、 食べても大丈夫というデータも確認されていません。ですので、妊娠中や授乳中の方は、エルダーベリーを使った商品は避けましょう。エルダーベリーシロップの作り方。既製品のエルダーベリーシロップを購入することも可能ですが、比較的簡単に作ることができます。もちろん、前行でご紹介したリスクもありますので、 作るときには注意が必要です。主な材料はエルダーベリーで、新鮮なものと乾燥させたものがあります。また、植物と熟した果実の見分け方を知っていれば、畑で新鮮なエルダーベリーを自分で摘むこともできます。また、見た目は似ていても、毒性のある他の植物があるので、この点でも注意が必要です。 エルダーベリーシロップは、ハーブショップでも購入できますが、ご家庭でも調理することができます。材料、エルダーベリー、乾燥、400G みなはじめ、蜂蜜、250G 以上なのね、粉末状でも良い、20G、シナモン、バニラ、またはカルダモン、お好みで、オプションで、ウォッカなどのアルコール飲料を1カップ追加しても OK。作り方、ベリー、 生姜、シナモン、またはバニラまたはカルダモンを水と一緒に容器に入れて、鍋の中で沸騰させる。陶器かガラスの容器に入れましょう。沸騰したら、45分間弱火にする。冷めるまで放置する。柔らかい布ですす。次に、出来上がった液体を蜂蜜やお好みでお酒と混ぜ合わせる。 最後に、殺菌したガラス瓶に入れて、涼しく乾燥した場所で保存する。エルダーベリーシロップを適度に摂取する。ナチュラルな食材を使った製品やレシピの中には、科学的に検証されていない伝統的な使い方をしているものがあります。しかし、エルダーベリーシロップの場合はそうではありません。ただ、 過剰に摂取すると逆効果になることがあるので、適度に使用しなければなりません。また、まだ最優先の治療法とは考えられていないので、病気の症状を落ち着かせるための保管的なものでしかありません。